はい、じゃあ続きまして、はい、してただろうネーム、ちおちゃん頑張って。ありがとうございます。皆さんこんにちは。アニメ終わってしまって残念です。ところでエンディングテーマ裏表フォーチュン買いました。とてもポップで大好きです。それより驚いたのがカップリングのハートのトーンに気づいてよ誰かです。こんなにも歌というより会話の曲初めてです。やっぱそうですか。歌詞も千代ちゃんの恋心もしっかり入っていて大好きな曲になりました。収録はどのように行ったのでしょうか、ぜひ教えてください、はい、どうだった、初めてのこのキャラソン。そうですね、これがっつりキャラソンですよね。あの私まず曲もらう前に、うん、あカップリングはこうミコリンとなんか野崎くんと千代ちゃんでやることになってるんでって言われて、うわ嬉しいって思った。3人でね、デュエット曲かななんてね、ちょ歌うかなと思った。歌わなかったですけど、まあ、歌わないよね、はい、うん、あでもすごいそれが嬉しかったですね。確かに会話でね、はい、なんか掛け合ってこう会話になっていくみたいな感じもあったしね。あれ難しくなかった、あれ言っていいんですか、ね、難しいのは言っていいと思う。ああ全然難しいの言っていい。あ違う、あの最終的にいい曲でしたって言えば。あそうかそうかすごく難しかった。ダワダワ噛みそう。そう聞いてて聞きながらやってたんだけど収録こっちも。え仮歌で聞いてたんじゃないんですか。私の声でした、こっちね、そうもう収録終わった後にもうこっちに来てたから、これ大変だなと思って。あれもダバって何回言ったんだろうっていう。ダバ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 10回ぐらいですか、ね、10回ぐらい言ってるよね、うん、もう反対と同じでね、何回言ってんだぐらいだねそうですね、そうだから大変そうだなとは思ったけど、うん、何だろう、何が一番難しかった。ふわり覚えるセリフですね。そっちだって別撮りだったから。あそう、長崎と野崎くん、野崎くんっていうか中村さんの収録が後だったのより。はいそうですね。だからいやこの尺感だと多分野崎さんセリフ入んないかもしれないですよって言って、あじゃあ岡本さん早めでお願いしますって言われて、あ分かりましたって言って私一番最初だったんで、自分でブツブツ言ってフェーって入るんですよ、うん、それがやっぱすごい難しくって、うん、すごいなあ。私中村さんがセリフ入れられる日に私追加でリアクション入れに入ったんですよ。リアクション入れ、うん、はい追加で入って、うんうん、私が会話してない A メロの部分、うん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 、A メロだったのような部分が、うん、ミコリンとの仲間、あんじゃあ、野崎くんが喋ってるところで、うん、千代ちゃんがなんかちょっとリアクション欲しいかもしれないんで、じゃあアドリブくださいって言って呼ばれて行ったら、中村さんがちょうど始めるところで、あそうなんだ、はい、じゃあ聞けたってこと。聞けました。あすごいな、面白い。確かにね、うん、いやああいうのを珍しいといえば珍しいかもしれない。そうなんですか、私あんまりちょっとわからないので、うん、あでもこれからいっぱい歌うと思うそうですね、うん、いっぱいそうだ、ね、ちょっと、うん、今でも歌わせていただいて。難しいですね。まあ、どっかでね、はい、この曲ね、はい、裏表フォーチュンもね、うん、壇上の上でね歌っていただけたらね、掛け合い込みでですかね。裏表フォーチュンは違うよね多分ね。ハートのトーンもぜひ、うん、裏表フォーチュンぜひ壇上でねイベントとかで聴けたらいいな。あいつか聴けたらいいな。そうですね、今週もたくさんのお便りありがとうございました。この後も岡本さんにはお付き合いいただきますが、ここでちょっとお知らせです。